はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、新パック来ましたね。新パック来まして、ハーピーデッキ、クソほど強化されまして、めちゃくちゃ強くなりました。生放送をご覧いただいた方であればね、よくご存知かと思うんですけども、なかなか負けませんでしたね。ほんと強くなりましたね。今回、ハーピーレディスクラッチクラッシュっていうこの最強モンスターがね、実装になりまして、効果を説明していくと、チューナープラスチューナー以外のモンスター1体以上という汎用新規のモンスターなんですよ。だからサイキックリフレクターとかから出せるみたいなね、感じのモンスターです。で、このカードを、シンクロ召喚する場合、自分のフィールドのハーピーモンスターってチューナーとして扱えると。チューナーなしでシンクロできる、レスキューラビットとかからでもシンクロできるね、唯一のモンスターなんじゃないかなと今思ってるんですけども、これめっちゃ強いんですよ。で、効果もめっちゃ強くて、まあ、丸一番はね、いつもの通りハーピーレディとして扱うよっていう効果なんですけど、2番ね、魔法トラップカードの効果が発動したとき、相手のフィールドのモンスターか自分のフィールドのハーピーモンスターを、バウンスできるっていう感じね。で、効果だったら何でもいいんで、例えば、カリバとかの効果でもいいんですよ。もうすでに発動している表側の、魔法トラップカードの効果が発動したときでもいいんで、まあ、吸収とかそういう、永続系の効果とかでも何でもいいんですよね。なんで、これがすごい強いです。で、相手のカードの、発動にも、チェーンして、効果発動できるんで、めちゃめちゃ強いです。はい。牽制にできるっていうね、先行で立てると結構強かったりしますね。で、展開方法。まあ、要は、ハーピーを2体並べればいいんですよ。レベル8なんで、ハーピーって全部大体4なんで、レベルが。なんで、2体並べればいいと。で、2体並べるギミックは、やっぱ1個はまず、万華鏡からなる分身ね。これ、フィールドにハーピーレディがいる場合に、手札で行くからハーピーレディか、3姉妹を特殊ができるよっていうカードなんで、これで、まあ、ハーピーレディを出してくる。で、今回のハーピーレディは、ワンを採用しております。このモンスターは、フィールドに表側表で存在すると、風属性のモンスターの打点が300アップするよっていう効果なんで、万華鏡から出してきた、ワンとスクラッチクラッシュで、ワンキル取れるように、結構、打点アップが優秀なんでね。これが、非常に優秀なギミックとなっておりまして。で、こっちを採用しますと。で、ヒステリックサインがね、これバカみたいに強いです。これバカみたいに強い。1番と2番の効果があって、どっちか1個しか1ターンに1回しか使えないんですけども、まず発動時の効果処理で万華鏡を持ってくるっていうのが1番ね。で、2番目。これ書いてることやばいんですよ。このカードが手札かフィールドから墓地を変えたターンのエンドフェイズ、デッキからハーピーカードを3枚まで手札に加える。手札かフィールドから墓地に送られればいいんで、因果切断とかのコストにしてもいいですし、サンダーブレイクのコストにしてもいいですし、シンプルに狩り場で割ってもいいですし、いろんな方法でこのカードを墓地に送ることによって、このカードの効果でハーピーカードを3枚加えることができると。で、加えるカードは、まあ、狩り場ももちろん加えられるんですけども、まあ、羽暴気とかね、があれば羽暴気とかも加えられます、ちなみに。なんですけども、まあ、チャネラがかなり強くて、全部ね、ハーピーレディとして扱うよっていう効果全部ついてるんですけど、チャネラーは、手札から、ハーピーカードを捨てると、デッキからハーピーモンスターを特殊召喚できる一体守備表示で。だからこれで、ハーピーカードと、コンボしてこいつを出していくっていうギミックですね、基本的には。だからこれが圧倒的な初動カードになってます。で、ハーピーハーピストもこれ結構強くて、これ1番は共通効果で、2番が召喚に成功したら、自分のフィールドの、超持続1体と相手のフィールドのモンスターをバウンスできるよっていうね、このカード以外なんですけども。だから2体並んでないといけないよっていう感じなんですよね。で、これはちょっと使いにくいんですけど、3番の墓地に送られたターンのエンドフェイズにデッキから超持続レベル4モンスターをサーチするよっていう効果が強くて、要は因果切断とかサンダーブレイク のコストにしたらサーチできるんで、ハーピーモンスターを。なんで、こことここがやっぱコストとして優秀なんですよね。すごく。なんでこれガン詰めです。はい。で、パフューマーは召喚特殊召喚に成功したら、ハーピーレディ3姉妹と名前が記されている魔法トラップカードを1枚手札に加えるってことで、カリバか、もしくは、カリナル分身を手札に加えるっていうことができますと。で、ヒステリックサインがね、これね、墓地から万華鏡を回収できるんですよ。だから1回使ったカードを回収できるんで、だから、これ1枚でいいと思います、多分。はい。で、スキルがカリバになってて、カリバめっちゃ強い。やっぱね、バック割れるって最強だから。はい、早速ちょっと動き方見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。ああいうデッキを楽しんで使える場所を用意するべき公式が。でもフリー対戦に行ったら、そうボットだらけ。こんなことが許されていいのか。弱っハンド。どんなデッキかお手並み。ゴミハン来た。俺たちにできないことを平然とやって、や平然とできる。そこにしびれる、憧れる。俺の名はディオ。やべ、これライボル先に打った方がいいんじゃね。これ二刀流ありそうじゃね。
二刀流ありそうじゃねこれ。なんかライボル先打ちじゃねこれ。これライボル先打ちやなこれ。ライトニングボルテックス食らえ。なに。なに。やべえ、うめえ、かわし方うめえ。ライトニングボルテックスのかわし方うめえ。とりあえずちょっと待ってくださいね。一回セットして様子見ます。なんか光ります。光りませんね。レスキーラビット召喚許します。なんもない。よし、二刀流だ。レスキーラビットの効果発動。ハーピーレディを特殊召喚。そしてハーピーレディを特殊召喚。そしてハーピーの狩り場の効果発動。さらによし、二刀流完璧な読みだ。これが遊戯王デュエルリンクス。そして2体のモンスターでオーバーレネットワーク。こっち違うわ。ハーピーレディスクラッチクラッシュシンクロ召喚。これやってることエクシズなんだよな。そしてハーピーの狩り場の効果発動。そしてこれ戻さなくていい。殴ったこっちが。よし来た。これバトル問う。これがフレイングよ。これがフレイングよ。何か二刀流じゃバカ。誰が手札1枚何ができる。鉄則いいだろう。ライトニングボルテックス触ったな。間違いねえ。呪われた棺を置いてみたらどうですか。確かにね、ハンデスカモンスター界強いね。ヒステリックサイン最強だ。ヒステリックサインの効果発動。ヒステリックサインの効果によってデッキから華麗なる分身を手札に加えるぜ。まだパーピーレディはデッキに残っている。万華鏡華麗なる分身を発動。現れなさい、ハーピーレディ。あ、やばい、強い強い。なんて強さだ。見てくれこの圧倒的宿。相手の盤面全部掃除したった。 GO。 あ、強い、あ、強い。え、待って、ライトニングボルテックス実は強いかこれ。もしかして上振れ強いけどスキル狩り場安定しないから。まあそうだね。でも安定するってどういう反動。安定するハンドもうなくねえ。バランスとかもう使えねえぞ。安定するハンドってなんだって話あるじゃん。初手操作系スキルなんてあったっけ今。これはいいぞ。チャネラーを召喚だ。もうこれ狩り場ばっか、狩り場ばっか。チャネラー効果、あ、じゃあ、チャネラー効果。ハーピストセルで、これはね理想ムーブですね。でパフィーマー効果。いやーこれね、ハンデスぶち込んどくの結構いいんだよね。正解っちゃ正解な気もするんだよね。ハンデスぶち込んどく説も結構あるんだけど、これあの3体並べて、3体並べてハンデスぶち込んどく説もあるんだけど、さすがに狩り場か。でまあ SC ですかねこれはね。スクラッチクラッシュ出していこう。でスクラッチクラッシュ出して、で次バック割るような構え、次バック割るような構えのエンドで、ハーピスト効果で、もう一回チャネラー。これが理想ムーブですね。これ圧倒的理想ムーブです。まあ、ここは万華鏡にしとけば3体並ぶんでウロボロスとかも出せるよみたいな感じですかね。さあ魔導陣来たー、魔導陣来たー、リアル遊戯来た。ジコレジンナビやめろ。ジンナビで一応戻せるけどな、相手のモンスター。でもあとカリバーあるじゃんね。カリバープラネター、あ、オッケー。エンドフェーズ入んな。エンドフェーズ、メインフェーズ終了前、メインフェーズ終了前。よし、くたばれ。ブラックマジシャンは絶対にサーチさせない。よし、ハーピスト効果。コストにするんでどっちでもいいな。パピまでいいか。オーケー、光るな、砂時計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 光らない。神ゲー、砂時計光らない、砂時計は光らない。あ、なんかある、なんだセントリーか。はい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 、それシンプルに勝ちやけど。あー、それいるのね、マジシャンズ。
マジシャンズオブブラックイリュージョンが どちらこちらのやつね。はい、なるほど戻す必要ないんだよな、これ殴った方が強いんだよな、これ戻す必要ねえもんな、これ。あ、でも一応自分戻せんのか、自分戻せるから自分戻すか、これ除外されるんじゃなくてこれ自分戻そう。でどうせもう一回出せるんで、あの召喚器使ってないんでね。でこれチャネラー召喚して、でチャネラー効果でハーピスト捨てて、で、あ、ハーピースペットドラゴン出せるよ言っとく言っとく、ハーピースペットドラゴン言っとくの結構ありだな言っときやすこれ。いや、さすがに強いだろ、あの SC の方が。いや、どうだろう、でもこれさ、一気に言っとくか、言っとこう。ハーピーズペットドラゴンも特殊召喚、そしてそうレベル7のモンスターが2体いけ、ドラゴサック、よし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 、キーンラックだな、ドラゴサック。こいつってさ、効果使わなかったらいけるよね、効果使わなかったら殴れるはず確か。このカード一旦一度自分のフィールドをリリースしてこの効果を発動するターン自分攻撃だから、素材を出しとくのは OK、 素材を出しとくのは OK、 トークンを出す、こうしてでトークンだけ出しといて、で殴るティマイオス引かれたらやばいから、殴る、シンプルに殴る、はい、でここでエンドで、ハーピスト効果で、チャネラー。オッケー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 か、活躍してるのか、これは果たして。ドラゴサックは。これ SC でよかったんじゃないか、これ別に。別によかったんじゃないか。なるほど。さあ、その伏せカードはなんだ、伏せカードはなんだ、それは。ドラゴサックの攻撃権を放棄するぞ。攻撃権を放棄する代わりに、トークンをリリースして、相手のセットカードを破壊するぜ。いや、待てよ。でもデッキトップ、でもこれセットカードだな、セットカード破壊、よし、そしてこれはチャネラーの方がいいな、チャネラーを召喚、2600、1400、勝ったな、いけチャネラーを召喚、あ、また勝ってねえわ、こいつ殴れないんだ、これ殴れないのちょっとあれだな、忘れそうだな、これリアルに遊戯をしてると。あとフィールドが攻め、あと2枠あったら出せんのに、 SC も攻めえよフィールド、ざけんな。いや、でも言うてそんな簡単にこの盤面突破できないだろ、ちょマジで。きたー、きた、ドラゴサック活躍、きたきたわこれ。さあ、お相手の方、ジュータ君よろしくお願いします。ウィルさん、バイ。パフィーマー来てる、パフィーマーもうちょっと自爆特攻するわ、自爆特攻じゃねえや、自爆、ハーピーの代わりは自爆、パフィーマー効果、パフィーマーが召喚に成功した場合、ハーピーレディ3姉妹の名前が記されたカードを手札に加えることができる、はい、いぞ。そして万華鏡を華麗なる分身を発動、デッキからハーピーレディを特殊召喚、そしてレベル4のハーピーレディにレベル4のハーピーパフィーマーをチューニング、まあ、どっちでもいいんだけどチューニングするのは、シンクロ召喚、ハーピーレディスクラッチクラッシュ、きた、かわいい、美しい、セット、セット、ターン終了。さあ、なかなかいいですよ、なかなか強い、この盤面はなかなかに強い。挨拶やめて、挨拶してくんだマジで、何暗黒界の取引、あー、ハーピスト来た、ハーピスト来た、ハーピスト、ハーピスト強いな、ハーピストは強い、普通にハーピストはシンプルに強い。ガスタグリフなんだこれ、ガスタグリフなんだっけ、リーズ、あれな、これなんだっけ、これなんかやばいモンスターだった気がするぞ。あれ、
ちょっと待って、うっそ、うっそ、え、どういうこと？